年ぶり12回目のアジアクロスカントリー参戦だ。マシンはトヨタフォーチュナー。8月11日にタイのパタヤを出発した。序盤戦は34台中5位、そして4位と素晴らしい滑り出しだ。しかし終盤5日目、予想外に深かった川渡りの直後、エンジンがストップしてしまった。激しい水圧でシュノーケル根元の接続部に隙間が空き、アクセルオン状態でエンジンが一気に水を吸ってしまったのだ。タービンが壊れちゃったね。とにかくそのエンジンを持たせなきゃいけないっていうところがあって、だましだまし走ったんですけども、残り20キロぐらいのところでひどい上り坂があったんですけど、パワーが足りなくて、まあ、坂を上りきれずにスタックしてしまったところが致命的な遅れになってしまって。ラリーが始まる前、タクマはタイのライオン県にある横浜ゴムのテストコースにいた。シオランダー MT-G003 とサスペンションのセットアップのためだ。このテストコースなんですけども、まあ、アジアでですね、一番やはり大きな、テストコースということもありながら、タイの地形に合った、そういったラリーに適した場所がありますので、そこのところで最終チェックができるっていうのは本当に心強いなというふうに思ってます。その後チームは同じライオン県にある横浜ゴムのタイヤ工場へ。毎年ね、こういった形で会いに来ていただけること、本当に YPMT のメンバー全員嬉しく思ってます。ぜひですね、皆さんがこうやって作ってくださっているタイヤで総合優勝をぜひ狙いたいと思います。工場でも人気者だ。タクマに惚れ込んでマシンを提供している PRD インドネシア社長小原の姿もあった。その3日後、大勢の期待を背負ってタクマはスタートした。序盤戦、タクマは2年ぶりのラリー走行であるにもかかわらず、メーカーワークス勢を追い回す走りを見せた。右手でステアリング、左手でアクセルとブレーキ、シフトレバーを操る。ハンデなど一切ないという。タイヤはね、265の G003 入ってるんですけど、すごいね、ロックがあったんだけど、全然問題なくそこをクリアして、本当にまあ、安心して、うん、落ち着いてレースラリーできたかなと。ラリー中盤、4日目には陸路で国境を越え、まだ見ぬ国、ミャンマーへ。ひどい水害があったが、人々の表情は明るい。そして5日目、エンジンストップの現場。ターボを失ったタクマの車に容赦ない路面がひたすら続いた。緊急時のドライバー兼車両担当の椎根勝彦のもと、徹夜の作業が続けられた。その甲斐あってマシンは復活。最終日は凄まじいマットエリアが待ち構えていた。ゼッケン108番ガレージモンチのジムニーがスタック。小さいジムニーでは他の車と全く輪立ちが合わないのだ。その頃、タクマは一路ゴールを目指していた。モンチ、助けよう。モンチ、助けよう。そっち側歩いてって、向こう側行きます。前に出ます。タクマが自らライバルを助ける。この時、長年タクマを見守ってきたシーネは、込み上げるものを抑えることができなかったという。競技は確かにタイムの争いだが、単に速い者だけがリスペクトを受けるとは限らないのだ。傷だらけ、泥だらけの凱旋ゴール。
ちょっとね大変だったところが結構あったんですけども、まあ最後走れて走り切れて本当にスタッフに感謝します。ありがとうございます。ありがとうございました。ジオランダー MT-G003 は一度のトラブルもなく2300キロを走り切った。来年はですね、もう本当に今回進化させる部分が確実に分かったんで、そこの部分をちゃんと潰していければもっとスピードが出るようになるし、そうすれば SS でもですねトップを狙えて、まあ総合優勝により大きく前に進むんじゃないかなというふうに思います。夢は東京オリンピックの年へ。